この場所久しぶりな気がするぞ。そうかな、やっぱりユージの頭の上は居心地よくていい。へへい、ブブーン、やっちゃ。ちょっとシャナ、いい加減に。なんだユージ、止めたって無駄だぞ。まったく、本当にユージはまったく。でもほら、だんだん僕の髪もシャナに抜かれて薄くなってきちゃったし。このままだとカツラかぶらないといけなくなるよ。うっさい、うっさい、うっさい。シャナ？まったく、本当にまったく。バカ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 。早くバカ、はげちゃ、はげちゃ。まったく、本当にユージはまったく、はげちゃ。夏コミが終わると夏も終わったなって感じするな。お前誰だよ。またあの子勝手なことしてる。中の人が同じだからって。まったく、あの子はまったく。なぜなにシャナタン出張版。てめえら始めるよ。ちょぴょさるぴあ。この時ヘカテは何をやっていたの？良い質問だ。偽りの器として人間と生活していたこのエフミナは、共柄では知り得ない様々な感情や記憶を収集蓄積した。その回収のために分離させた分身の一体化という方法をヘカテは取ったっちゅうわけさ。なっかいな。さまざまな感情や記憶、つまり、このストーリーはある学園の後輩に戦いを挑んだ熱血教師と生徒たちの記録である。イソッペ、入ってくる。まあこういうことさ。ご家庭の皆様、毎度ありがとうございます。こちらはおなじみの尻神交換でございます。ご家庭の皆様、スルシップスルダッシュボロッとお得。おめでとう、シャナさん。イヒヒ、サカイくん、マジでか。私じゃないのか。くそ、あのドウスチュー許さねえ。なぜなにシャナタン出張版。てめえら、始めるよ。はい、先生、この卵みたいな中には何が入っているの？良い質問だ。この巨大な卵のような殻の中には、我がバルマスケが対名詩編と呼ぶアニメ一期からの本願が詰まっているのさ。存在の力を動力に、このエフミナが収集した感情を頭脳に、零時迷子を心臓にして、無から有を生み出そうとしたわけさ。難しくて何言ってるか分かんない。良い質問だ。つまりグゼでしか生まれ得ない共柄をこの世で生み出そうとしたということ。まさに卵だね。はっ、いかどすね。いくよ。そんなこと隠さなくてもいいでしょうが。閉じた。
今眼鏡ないのよ。観念せい。うりゃ。お、どうしたの？吉田和美がね、ボンってボンってブーンだった。殺す。てなわけで。うわ、勝ったか、野郎ども。じゃあ、いくぜ。てめえら、やるじゃねえか。お前もな。お前もな。あの女は何者でありますか？井口優子。若いくせに。Oh, my God.